ヒラメの放流は子どもたちに水産業に関心を持ってもらおうと三重県尾鷲市で毎年行われています。去年は新型コロナの影響で中止になりましたが、今年はマスクの着用や大声を出さないよう注意しながら、地元の向井小学校の3年生と4年生の児童合わせて7人が黒の浜海岸でヒラメの稚魚およそ600匹を一斉に放流しました。大きくなって育ってほしいです。そう、今日は楽しかったですか？はい。子どもたちは大きく育ってほしいとの願いを込めて放流したヒラメの行方を見守っていました。